おはようございます。さあ何やら今まで見たことのないものを、はい、持っていますが、ね、はい、早速本日は素敵なゲストにお越しいただきました。今月までオーストラリアとニュージーランドで行われていた女子ワールドカップに出場した田中美南選手、守屋雅選手です。おはようございます。お願いします。お疲れ様でした。お疲れ様でした。この番組見たことあります？ちょっと朝早いんですけど、はい、一応 YouTube で拝見しました。それは嬉しいですね。何本か何本か、はい、何本かね、見させていただきます。日本代表フォワード、アイナック神戸レオネッサ所属の田中美南選手、2016年から2019年、なでしこリーグで4年連続得点王に輝いたストライカー。そして今年2月日本代表に初選出、アイナック神戸レオネッサ所属のディフェンダー、守屋雅選手。後ろにワールドカップの写真もありますけど、ね、やっぱこれ思い出します？これ見たら、はい、これはあの負けた直後に撮ったんですけど、ね、やっぱ今見てもやっぱ悔しかったなって。悔しいよね、これよく、うん、でも負けた後によく撮ったね。なんかやっぱ悔しさ忘れないように撮ろうっていう、まあ、そういう考えね。今回のキックオフ大会は各クラブ熾烈な戦いを続けるゲームハイライト。そしてなでしこジャパン田中美南選手と守屋雅選手がワールドカップの裏側を激白。ミーティングでもう泣いちゃう人みたいな、喋りながら泣いて、すごいね。もらえまだ、思い出しますか？やっぱ思い出しました。いたんだなと思って。あ、でも初めてこうワールドカップ出て、はい、どうでした？やっぱ観客も結構入ってて、すごかったですね。すごかったですね。日本の国旗だとか、うん、日本のファン、あの外国人なんだけど日本のファンがめっちゃいて、うん、ザンビア戦初戦、あの国歌で自分うるうる来たことなかったんですけど、うん、ザンビア戦の時は本当泣きそうになっちゃって、あ、初めての自分は感覚でした。その気持ちはでもすごくわかります。わかる。試合前に、前の日にみんなでミーティング、選手だけで集まって話するんですけど、そこでこうみんなが言いたい人が気持ち伝え合って、なんかみんな本当ありがとうみたいな感謝めっちゃ伝える人とか、なんかそこでこう士気高めてエンジンして泣く人とか見ましたね。マジ？そのミーティングでもう泣いちゃう人みたいな、喋りながら泣いて、すごいね。もらい泣きする選手って、同じようにこう毎晩言い合ってありがとうみたいなのはないね。男子はもうミーティングするの嫌いだから、あ、やりたくないから。気持ちを言うことみたいなのないですか？自分の思いみたいな。ない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 。もう男子なんかも恥ずかしくて言わないじゃないですか。うちに秘めてみんな。そう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 。そしてあのスペイン戦は守屋選手のスローインからの田中選手。あれいいね、あのラインギリギリうまいね。そうなんですよ。ギリギリやもん。自分もこれ出てない出てないと思って。投げたらそのまま持ってってくれて、あんな綺麗なシュート決めてくれたんで。でも VTR 中はいいスローインって。このスローインがあってこれ敵がこう一人も。ここスローインで焦げてるんですよ勝手に。それでこれ初めてスローインでアシストがつくっていう。ワールドカップで、はい、手でアシストがつくっていう経験をさせてもらったんで、すごいすごい、もうだって1対1にしてもらえたんでこれでも。やっぱスペインでやっぱ強かったんですか？うまかったです。持たれてる時間もめちゃめちゃ、だってずっと試合の時にポジション率とかパス本数とか、だいたい日本 20% ぐらい、スペインが 80% ぐらいで、すごいよね、はい、スペインに勝って、そのスペインが優勝したわけで、そうです。それどうですか気持ち的には？ちょっと優勝した気分。いや、でもこっからスペインはギア入れたのかなっていう。あ、自分はスウェーデンに勝ってたらスペインとだったんですけど、ね、まあでもこうはうまくいかないだろうなとは思ってました、うん、絶対に。スウェーデンは何が違いました？やっぱセットプレーはやっぱ、ね、自分らの結構あの警戒してたんですけど、やっぱそこで1点やられてからですね。そうね、でかいもんね。見ててもでかいなと思ったもん。アップしてる時からあれやっぱでかいみたいな。PK の時も本当に大きいから壁みたいにこう見てると見えたんですけど、俺もこれね、家族で旅行行って途中で車止めてみたもん。この PK はスタジアムが日本コールだったんですよ。すごかった。あの本
当にホームな感じでした、うん、すごかったですね、うん、なんか大会中に心に残った言葉とかあったりするんですか？スウェーデン戦の前の日に長谷川結衣がみんなそれぞれ のストーリーがあるからって言って、そのストーリーのためにみんなで走ろうっていうので、なんかそういう自分はグッときたんですけど、その言葉を聞いて本当にみんな絶対に頑張ろうって思ったなって思って、もうなんかちょっと難しかったんですけど、うん、なんか理解するのに自分ちょっと時間かかってなんかその時めっちゃ真剣に聞いてたんですけど、どういうことだろうと思って、うん、説明してもらいました。自分なりに理解して説明したんだそう感じでよくそれで分かったねこんな感じみたいなだと思うって言ったら、あ、なるほどって言ってくれて、あ、めっちゃグッときたな、はい、なんかでも聞いてると本当にチームが一つになってたんだなっていうのも感じますけど、うんうん、その一つになったきっかけみたいなのは何だったんですかね？試合の時 あのフィールドのエンジンと横でベンチメンバーもエンジンをするんですよ同じタイミングでベンチメンバーで試合決めようみたいな、本当に全員が戦ってるっていうその気持ちは絶対にみんなあって、それがなんかやっぱチームにもプラスになってたのかなとは思います、うん、めちゃくちゃいいですね。やっぱ女子って全然違う、男子はもうベンチメンバーあ、まあ始まれよって思う、こんな感じだもん。自由時間とか行動いろいろできるんですか？街中に散歩行ったり、まあ、カフェする選手もいたり、なんかスイーツ食べに行ったりとか。ゲームハイライトタイムサバイバルとは、直近の試合結果でハイライト時間と PR タイムを奪い合うコーナー。前半の持ち時間はトータル5分、関西を拠点とする J14 クラブの選手によるプレー解説を加えお送りする熾烈な時間の争奪戦。 J1 リーグは終盤戦に突入、優勝争いかそれとも残留争いに巻き込まれるのか、明暗が分かれる真夏の戦い、タイトルの行方を占う重要な夏を制するのはどのクラブなのか。4位はヴィッセル神戸、柏戦を振り返るのはもちろん前川大也選手。前半ゴール前の攻防で斉藤美月選手にトラブルが、全治1年の怪我と判明。ゆっくり直してぐらいしか言えなかったんですけど、美月を今全員で支えていこう。そして後半37分、同点に追いつけたっていうのはプラスなんですけど、守備のオーガナイズっていうところをチーム全体で話し合って決めれていけたらなと。結果はドローとなりました。それでは PR お願いします。ノイスタで交通系 IC カードとクレジットのタッチ決済が利用可能に、ますます便利にお買い物できます。こういう PR。 続いてはアウェー横浜 FC 戦のセレッソ大阪。およそ1ヶ月かけていない白いユニフォームのセレッソ、チームを救ったのは、ラセラです、2回目です両チーム無得点で迎えた後半4分、como eu falei, né, o Capixaba normalmente sempre consegue ganhar essa bola adversária, né? E eu percebi que o zagueiro tava olhando pra mim, não tava olhando pra bola. E aí eu fingi que ia ficar atrás e na hora que ele olhou pra bola eu consegui antecipar ele. Eu não posso falar, senão o zagueiro vai ficar sabendo, né? Então, só de ter chamado, eu tô mal com o Saritano. Acho que muito feliz pela vitória, né? A gente vinha de 2 derrotas. A gente precisava, né, voltar a vencer na competição. Mas acho que a gente foi melhor na partida. Acho que a gente mereceu os 3 pontos. A Tai Senkin no gol de 久しぶりの勝利をつかみました。 PR コメントは10秒です。Fala família Cerezo. Os patrocinadores do Edocor vai estar ajudando a gente nesse jogo do Nagoya. E o primeiro que chegar entre os 15 mil torcedores vai estar ganhando essa bolsa. 2位はガンバ大阪で1分30秒。解説は副キャプテンの山本裕貴選手。ホーム湘南ベルマーレ戦、黒のユニフォーム好調のガンバはこの日も流れるようなパスワークを見せます。
ヤバリ選手がすごくいい動きしてくれたので左足の方に出してあげればシュート打てるかなと思ったんですけど、まあそこであの判断できる選手ってまあなかなかいないと思うので、あれは素晴らしいプレーだったなと思います。さらに後半、山本選手が PK を獲得。するとどちらが蹴るかで揉めていた2人に山本選手が何かを話し、キッカーはキャプテンの宇佐美選手に。このチームはやっぱり高志くんが点を取ることの意味はすごくあるチームだとは思ってたので、こううまいことあんま怒らせないように高志くんに蹴らせようっていう話を簡単にですけど伝えに行ったって感じですね。宇佐美選手の復調はチーム1ヶ月、山本選手裏でもほんまええ仕事するわ。それでは PR どうぞ。宇佐美さんすごいね。今日8月26日アナスタにてスイダスタジアムフェスタ2023が開催されます。スタジアム内で約100店舗のフリーマーケットやガンバ大阪アウェイゲーム、突然をパブリックビューイングで応援、入場無料、アナスタへお越しください。はい、完璧です。完璧。1位はノートさんが、パパ頑張りました。1ヶ月ぶりの勝利を目指すサンガは札幌と対戦。スペインアラベスから新加入の原太一選手が前半 PK を獲得。左に蹴ることを決めてたので、自分にとってもここからより勢いに乗るためにゴールは必要だったと思うので。サンガ加入後初ゴールで先制。いい時間にゴールできたので良かったなと思います。しかし前半終了間際、その原選手がペナルティーエリア内で痛恨のハンド。この後何もできないですし、まあ、やってしまったっていう気持ちは大きかったですけど、山本選手に願いも込めて。ゴールキーパーの太田選手は、まあ、5歳なので物心ついて記憶に残ってくれればなとは思ってたので。すごい。目標の一つとしてやっぱ子供と一緒に入場したりとかそういうのは思ってたので。あ、一緒に入場したんだ。すごい、鳥肌立ってきた。うん、大きくなった時もパパは実はこんなんだったんだよっていうのを思い出してもらえたら、引き与えた身としてすごく助かったシーンだったので感謝します。3得点で完勝のサンガ。告知時間は20秒です。今日午後7時から行われるアビスパ福岡戦は村田製作所スペシャルデー。先着1万名様にバンダナフラッグをプレゼント。さらにユニフォームや公式試合球が当たる豪華抽選会も開催。皆さんぜひお越しください。いい V じゃないですか。いい V チャレンジしたね。よかったね。鳥肌立ってました。お二人気になるゴールありました？PK の取り合い、PK の取り合い、PK の取り合いが副キャプテンの人が宇佐美選手に行って指名するのもすごいし、ね、で宇佐美選手がちゃんと決めるっていうすごいですね。プレッシャーはかかっただろうけどね。でもあそこのコースにあの向き切れるってやっぱメンタル強いんだろうなと思います、ね、確かに、うん、あんな取り合った取り合ってるのも見たことないです、女子で。外国人はやっぱ、外国人はあ、そうですよね、蹴りたいから。そこで喧嘩するよね。蹴りたいってなんだろう、ね、決めたらでもヒーローやん。そうなんですよね。でもその外した経験も結構あって、それ考えると怖いくなっちゃうんですよ。外したらもうしゃあないやん、まあ、あそうなんですよね。試合中のこういう PK で外したこともあるんやけど、これは本当に外してもいいやって思いながら蹴って、なぜなら試合中にまだ取り返せるから。取り合うぐらいね、やっぱメンタルになりたいです。そうだね。J3 今回は FC 大阪対奈良クラブの特別編。解説してくれるのは奈良クラブ背番号10番山本颯太郎です。今年で在籍6年目です。
白のユニフォーム奈良クラブと水色のユニフォーム FC 大阪の関西対決。負けられないこの一戦は前半から両者譲らずゴールを狙います。絶対に勝たなければならないって前から言われてて、まあ、入りはもうバチバチで一進一退の試合でした。すると前半35分奈良クラブ山本選手のヘディングで先制。これは練習通りで中島選手からいいボールが来たので回せるだけっていうゴールでした。この1点を守り切った奈良クラブは11試合負けなしだった FC 大阪に快勝。奈良万葉プロレスがやってきます。ぜひ皆さん見に来てください。お手合わせた。お手合わせします。さあここからは田中選手と守屋選手のワールドカップの時のプライベート話をお聞きしたいんですが、大会中とかこう自由時間とか行動いろいろできるんですか？あの街中に散歩行ったり、まあ、カフェする選手もいたり、はい、なんかスイーツ食べに行ったりとか。へえ、はい、すごいね。え、ないんですか？俺らはない。え、ないんですか？男子はこう宿舎決められたとこで、その中にで2010年だったらゴルフ、釣り、待って待って宿舎がすごすぎる。卓球やってたね。あ、卓球は確かに。卓球はもうみんな最後はめちゃくちゃ強くなる。めちゃくちゃみんな上手くなる。スキルが。釣りとか釣った魚とかどうするの？いや、あのね、それがね、俺釣り行ったら俺と松井さんとトゥーリオと3人釣り行ったんやけど、6時間ぐらい行ったんだけど釣れないよ。いないじゃない。絶対釣れない。もう池みたいなとこやったから絶対これいないよねって言いながらやってた。6時間ぐらいいない。お写真をワールドカップ中のを用意していただいたということで、いっぱい撮ったんじゃない？そうですよね。田中選手のワールドカップのプライベート写真がこちらです。右いらなかった。いるでしょ。右の写真は？え、なんかこれ、まあ、リラックスルームっていうか、こうみんなで体ケアしたりする部屋なんですけど、そこにけん玉置いてあって、はい、自分けん玉マジ自信あるからちょっと見て一発で入れるからとかってすごい意気込んでたんですよ。で、じゃあやってみせて撮るからって言ったら全然入んない。一回も入んない。そんでちょっと貸してみって言って膝掴んでって言ったら入れる。こっちが入んない。全然下手くそでした。いやでも、前に違う選手がいた時も同じように一発入れるからとか言ってやって入ってドヤ顔で出てったってやってたんで、皆さんにもやろうと思ったら全然入んなくて失礼しましたって小走りで出てってました。さあそして続いては守屋選手のプライベート写真がこちらです。全部田中っていう。左上から見ていきましょうか。左上はあのボールのやつはオークランドのでっかいこう試合球が飾られてたんで、ちょっとあの蹴るポーズで、あの散歩途中に蹴って。 俺もこれやった、この間のワールドカップ。俺はヘディングで行ったけど。高級スイーツ争奪イラスト対決。イラストイラストか。あら、今回高級スイーツを用意しました。それがこちらです。はい、丸ごとメロンケーキでしょうね。メロン丸ごとメロンやもん。こちらをかけて対決してもらうんですが、お題はお二人が所属するアイナク神戸レオネッサのマスコットキャラクターライムちゃんです。何やん。こちらがアイナック神戸レオネッサのマスコットライムちゃん。守屋選手は絵が得意だそうですけれど、プレッシャーだよ。ライムちゃんちょっと久しく見てないんで。ちなみにヒントとしてモチーフはライオン、そして好きな食べ物は焼肉とだし巻き卵だそうです。そうなんです。自分結構うまいかも。あ、本当ですか？はい、自信あり。ちょっと自信あります。高級スイーツ争奪イラスト対決、アイナック神戸のマスコットライムちゃんを一番うまく描けたのは。それでは一斉にフリップオープン。はい、お、
では守屋選手から待って変わる。ちょっと待てよ。ちょっと待てよ。なんかタッチが違うぞ。なんかもうリアルなライオンの。ぽくないですか。こんなんでしたっけ。タッチうまい。守屋選手ポイントは？ポイントはあのしっかりピアスついてるんですよ。どっちかに。あ、ついてんの？はい。多分ついてます。どっちかでした。そして田中選手はネズミ。ネズミやね。結構筋肉質やね。でもあの立ってるライムちゃんこんな感じなんで。ネズミっぽいの。こんな感じじゃない？そして大久保さんがタヌキ。何ですかこれ？メスライオン。メスライオンですか？ああでも似てるわ。ちょっとはい。チャームポイントはピアスっていうところにも。カイとアナの判定は？守屋選手。これはもうということで守屋選手にはこの丸ごとメロンケーキをありがとうございます。うん、おいしい。メロン甘いし。ここでプレゼントのお知らせ。3人が描いたライムちゃんのイラストをサイン入りで3人の方に。田中選手と守屋選手のサイン入りユニフォームを2人、サイン入り写真パネルを3人の方に。詳しくは番組公式 X まで。ワールドカップ終わった後ですし、ぜひたくさんの方に見に来てもらって、そこでしっかり勝ってチームとしてまた勢いつけれたらなと思います。ぜひスタジアムに足を運んで見に来てください。これが一番恥ずかしいけどね。これが恥ずかしいですね。ムキムキのネズミっぽくなって、でもちょっとアート的にいい感じかもしれない。アートっぽい。そうそう、うん、壁に飾って、ちょっとしゃくれてるんですよ。